一回そっち開けてみて。Turn up。おい、コバウンド。どこ行った？どうしたの？いや、できへん今日は。裸でやろうと思って。乳首隠すな、お前。乳首隠れてないの？ほら。ほんまにたまんすんだ。え？これ破れてる。疑われるの？びっくりするけど。シャツとかで出るからさ、スーツとか。なんかめっちゃ品のあるおじいちゃんおばあちゃんとか来るから、迷子でんじゃんかなと思われる顔で、大丈夫か迷子ちゃうか思われてると思う。思うもん、うち。お前の足のぐらい、俺の理想の足のぐらいの形してる。エジプト見た。うん、めっちゃ綺麗。おやめろや、お前。なんでここで撮んなって。なんでわあちょっとやめろどこがマジで無理無理無理お願い。いやいや、お前はほんまにそれでも相方か。相方の鼻くそ食べれるぐらいになるよ。あ、クーラーか、びっくりした。あらお前、つけたお前、笑ってんの。つけてない。じゃあつけたら、うん、もうほんまや、このガムの味になりそう。あつけんといてな。マジでさ、なんでこんな臭いのできるのよ。自分なの。他の人のもできる。つけんなよ、お前ほんま冗談じゃない。5000万つけへん。なんでやねん。なんで似合わなあかんねん、俺。なんで。ちょー、あだつけへん。わかったって。自分から来い。あー、お前近づいとれへんげ。どう考えても今、おい置いとけやん。いやよ、問題のお前。置いとけっつってんの。置いとけっつってんのな、ここに。こうやって自分でこうやってんの。パラパラって。はーい。じゃ、臭いの生きるタイプやからさ。いや、お前これお前の爪の赤足のガムだろ。お前とそこへ動くな。嘘つけ、お前めちゃくちゃいい風に言ってるよ。違う。俺キャラメルポップコーンの匂い嗅いで、それ何なの。お願い、キャラメルポップコーンやと思って匂って、はい、映画来ました、キャラメルポップコーン。お前のこれどこについてる。どっちどこについてる。ここらへん。じゃあ俺こうやってお前のつまむわ。うまむしろキャラメルポップコーンや、ね、キャラメルポップコーン。おあつけたー。もう一回やらせて。キャラメルポップコーンな。キャラメルポップコーンですよ。キャラメルポップコーンです。ああやろ、キャラメルポップコーンやろ。キャラメルポップコーンではないことは確かやけど。キャラメルポップコーン、間違いなくキャラメルポップコーンじゃないけど。あのめっちゃマシになってるわ。最初それのなんかもう、まあ、ほんまリアルで言うと3倍ぐらい臭かったよ最初。なんだろう、これでさ、鼻切って1個の鼻切っていい。真ん中の鼻切って。お前何言う。真ん中のここ。だから俺一回でこうかけるってことで。ということで今日は視界向いてないから私。はい。今回なんですけども、はい、あっちの部屋、はい、で普通撮るはずだったんですけど、猫の毛が少しひどくて、うん、しんどいです、ね、二人ともあの喘息出てまして、向こうの部屋で撮影は一旦今日はやめました。一旦掃除してからね、うん、二人であっちの部屋で撮ろうかってことになりました。うちどこでもええやん、視聴者やから。いや、お前あのパンのやつ飾ってほしいな、お前。前のが悪で見たいな思ってる人もいっぱいおるわけや。全然お前その人の気持ちお前汲み取ってへんわけや。お前がだったい。もう終わりやな、そうなったら。うわ、死んでるやん。痛っ。はい、というわけで、はい、今回なんですけども、言っとるよお前。いけ、女子が男子に思ってることを本音吐いちゃおーい。イエーイ。危ない相手。ということで、まあ女子ね、まあ男子の思ってる本音あると思うんですよ、いっぱいね。ありますよ。そうです、うん、でまあ普段言えないと思うんですよ、やっぱり。
普段それを言っちゃうとやっぱ仲がこじれてしまったりだとか、だとか、うん、こういうこと言っちゃうんやって思われちゃったりだとか、だとか、早弁なんやって思われちゃったりだとか、ええよ早弁で思われちゃうと思うんですね。はい、うん、っていうことは言えない、皆さん心に思ってるけど言えない、ここに思ってるけどと、うれしいよお前の声溜めてると思うんですよ。やれ自分でここでここでここにね、お前の思ってそれやけど俺たちはここでみんなの気持ちを代弁して一栄ちゃんが今日女子の気持ちを代弁して、はい、男子に言ってくれます。言いますよ、首絞めたんだろ今日ね、ちょっとねあんまり最近友達と遊べてなくて今日僕に会ってテンション上がってます。その子の子でね、例えば1個ぐらいなんか出してもらえますか。例えばの問題、男子を持ってるもっと前に来てもらえます。まあ例えばね、うん、まあ、貧乳でも全然いいよって言ってるけど本当は巨乳好きや。巨乳好きやろお前、考えたら分かるやろ、言わすなわざわざ巨乳に越したことはない。巨乳に越したら大きければ大きいほどええんやからそういうことは決まってんやから人類で、法律で決まってないだけだけ。うん、でも好きな人やったら、好きな人やったらでかい方にいいに決まってるやん好きな人ちゃんもちっちゃくてもいいんじゃん。好きな人やったらちっちゃくてもいいよ。でもでかいに越したことないやん、言わすなよ。そういうこと言わすな、言わすな。あんなもう純金と一緒なんやから。何でかければでかいほどいいんやから高ければ高い、高ければ高いほどいいんやから。うん、純金やと思ってくれていいんやから。おっぱいは純金やと思う。おっぱいはもう純金のネックレスやから大きければ大きいほどいいんやから、うん、そういうことを普段は言えないと、女子はね、男子に。どうせそれって言われるかね。そう、こういうこと。でも今はちゃんと返してないです。ちゃんとでも今回は僕も男子のあのね、あの本音を代弁してというか、うん、しっかり女子にアンサー返していきたいなと思いますんで。まあ、でも好きな人やったらちっちゃくてもいいけど大きいことに越したことはないよってことやな。大きければ大きいほどいいんやからこれお前それなんだお前それまあ女子が男子の思っている本音をぶつけていただいて、僕も男子の本音を代弁してアンサー返していけたらなと思います。よろしくお願いします。お前ここにめっちゃ揺れてて、どこ見てんねん誰がこの動きした時お前ここ見てんの。あんまり特殊すぎるわ。もう波がすごい。やれやはよではいきましょう。はい、本当に飲みたいだけなのか、うん、やりたいだけ、やりたいだけ決まってないよこれやめろってごめんなさい、ちょっとパラパラっとパラパラっときましたこれパラパラっとすいません。ここあれやもんな、このチャンネル、うん、あのタン絡みだけは許されるもんな。そうやね、うん、タン絡みやつは許されるもんな。そう、平成フラミンゴのタン絡みだけで許されるめっちゃ絡む。あの人多分 YouTuber 一タン絡みずっとねはいね、はい、本当にやりたいだけですか、飲みたいだけですか。あ、女子を飲みに誘うとき、うん、まあ、やりたいじゃないけど、ワンちゃん、ワンちゃんいけんじゃねみたいな。はっちゃんワンじゃなくてはっちゃんはっちゃんいけんじゃねはっちゃんもうはっちゃんねんねちゃんとねうん、はっちゃんじゃないけど、そのまあまあワンツーマンで飲みに誘ってる時はでも 100% やりたいでは絶対ないと思う。はっちゃんやりたいぐらいじゃない。はい、次。はい、次。ブリッコ女に気づかんのなんでなん。あ、気づいてます。あ、わかるんや、うん、この子あざといなとは思ってるんや、うん、俺あざとい女ってエロい女やと思ってるから正直。どういうこと。あの、あざとい女って、まあ、ブリッコな、ブリッコな女でエロくな女っておらんと思う。もうちょっとカメラ向いてしゃべろうか。あ、ごめん、お前真剣に会ったこっち聞かれてる。ごめんごめん、うんうん、俺が思うんやねんけど、うん、あざといってエロって言うのにイコールあざといイコールエロやねんけど、だからそういうことやねん。だから気づいてる。だからあの気づいてる、気づいてるんや。うん、そう、可愛いって思ってるんじゃない、エロって思ってんの。軽そうみたいな。あ、そうそう、あ、こいつあ、2回飲みに行ったらいける。あー、はいはいはい、そうそうそうって思われてるってこと。そう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 、あざとじゃなくてエロって思ってるだけ。うん、じゃあ分かってるやん、男。あの、男なめんなよ。でもやっぱ可愛いのは可愛いんです。そう、可愛いのは可愛い。可愛いじゃない、エロエローエローイちっちゃいイもあるし、エローイって思ってるだけ。なるほどね。ケツの男なめんなよって話を。なめんなよって話、うん、で、さすがに寒いよって話パンイチでさすが当たり18度、今日は寒いよっていうまだ桜咲いてるよっていう。足の太さどこまでなら許せるの。あ、これ
それはもう本音で、どういう許せる、彼女としてってことかな、それは女性として、女性としてだいぶ許せるのかな。まあまあ、みんな見ていただいてる通り一番左はちょっと無理かも、ちょっと太すぎる、これはちょっと太いに入ってると思う、だいぶ俺やんこれ俺の写真誰か撮ったんじゃんこれ誰か、確かに、うん、確かに俺の写真は多分誰が使ってるかっていうっていう写真やし、白い人、そうそうそう、で、この一個右はまあまあまあ、これは全然細い、正直、全然、彼女でも全然いける、あ、これ余裕、あ、そうなんや、余裕余裕余裕、こっちはちょっと、これもただ俺やもんこれ細いから、自分より細かったら、細かったら全然いいよ、ちょっと、そういうことでもないけど、これはちょっと行き過ぎかな、あうん、ね、これで正座したらすごいことになるじゃん太もも自分の太ももやし、そうその右はすごい綺麗しね、だからまあ基準で言うと、あ、おい、ここ男のボーダーラインって書いてあった、ほんまそうそうそう、それほんまそれ、おう、ほんまそれ、うん、ほんまそう、だからほんまこの画像の通りです、ここが男のボーダーラインですね、うん、そう、この左に行っちゃうと俺やからっていうぐらいかな、ふやぶん、あそこが臭いんじゃって書いてる、なるほどね、臭いんじゃね、うん、まあ正直言わせてもらうなら、お前も臭いだよ、こっちも、うん、あ、もうこれもう永遠の悩みやと思うねん、これ男女お互いが、そう、うん、それはもうこっちも思わせてもらってるわ、臭いって、うん、臭いってまあ思われてないけどしゃあないじゃん、いや、今臭いんだよ、違う、こまえとんの、ああ、こまえ、こまえとんの、どう書いてその臭いんですけど、そう、それお前が匂ったやつが臭いんやろ、そう、匂ったりしてる、そう、お前が選んだよ、じゃあさ、一夜からの質問やけどさ、K はある方がいいのか、ない方がいいのか、あー、それね、うん、俺は、むっちゃある方がいい、コウ君はな、うん、でも大体の男性はどうなんやろ、あ、ある方がいい人多いと思う、そうなんや、うん、別にもじゃもじゃじゃなくてもいいけど普通にある方がいい、そう、毎回言うけどやっぱもう天使とエッチしてるみたいな思っちゃうから、なかったら、そう、なんか妖精さんとエッチしてんのかなと思っちゃう、あー、綺麗すぎたら、じゃあもし、じゃあ好きな人がなかったらどうする、うん、なかったらエロおい、どっちでもいいやつじゃん、めっちゃエロこいつもうそったある、そったある、そってるじゃない、そったあるって思ってまうもんまあでも、うん、好きな人じゃなくてもな、あってもどっちでもいいけど、まあ極力あった方がいいよってことか、なんかあった方がやっぱ面白みがあるかな、面白さというかそのやっぱ自分の個性として置いといてほしい、オリジナリティがあるから、そっちの方が、でも生理の時蒸れる、ん、蒸れる、それもオリジナリティの一つやね自分のアイテムとして持っといてほしい、ね、まあ、はい、で、俺最近やっぱその話しててんけど、最近よくその話してて、男の人、そうそう、いや、俺何の話してんねんまあ男って大体そんなもん、いや、話してたら、ほんまにやっぱパイパン派っていう人あんまおらん、これマジ、なんかエロな、脱がして真っ黒やったら、それコークの場合だけや、黒ー、闇やん、こいつ闇属性かよ行為中のことを友達に言うのやめてほしい、なるほどね、男の子絶対するくないよ、そんな無理じゃないそれって、俺は逆に言いたくないねん、あ、なんでの、もう知られたくなかった、俺だけの秘密、そう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 、だからもう一恵のこと一切言ってない、でも何も言ってない、もうマジ一個も言ってないよ、俺はそれもう完全彼氏だけの特権や、完全に彼氏しか分からんもん、分からへん、言ってたよ、こいつが俺短パン履いてただけでわざわざ電話して、あれ写真あげるのやめろって、電話かかってきた、ガチで電話かかってきた、あの写真消してって、そう、高校の時とか電話かかってきた、そう、なんかダンスのレッスンとかあるやん、文化祭の、それでなんかめっちゃ短パン履いて写真載ってたから、そう、わざわざ消してその写真って、まあ、今考えたらめっちゃ気持ち悪いって言ってるけど、消してって言ってたの、うん、そう、だからそれってさ、俺はさ、一の太もものこっから上をさ見れる権利を持ってんの、彼氏や、彼氏で好きな人やからやっと見せてんのに、彼氏でもないやつがそんなんやってんのって、助かそんなもん、うん、させたくないから、させたくないし、だから、もう絶対その持ってるのかな、常に
ないと思うつるつるやと思うね。女優さんみたいな肌やと思うなよってこと。あ、女優さんなんかそれさ、お金かけてさ全身綺麗にしてるから、そりゃ綺麗や、まあ、あれが普通の女の子やと思わんといてなって、それがみんなやと思ってたらあかんよってこと。言いたいのはここだけね、うん、まあ、ここはちょっと男になっちゃう。もう俺もうここだけもうマジで嫌やねん。俺もうほんまに嫌やねん。聞き流し声でいいんやけど、たまに小学生とか中学生ぐらいの子でさ、ここもう黒い子だ。小学生はだってまだ剃られへんもん、そう、年的に、うん、黒いねん。ここもうね、産毛が集まりすぎて。濃いんやろな。濃いんかな、うん、ほんで、わーわー黒い泥棒や泥棒さんが泥棒さんがおると思う。最低お前。だって小学生やもん。小学生まだ高校生や。嘘や、ジョークや。泥棒さんがおると思ってないけどここの毛だけ嫌やねん。高校生中学生ぐらいやったら、うん、あ、剃らないとみたいになるけど、うん、小学生でまだなれへんもん。外で遊びたいもん、そんな美容のこと。だ、泥棒が外で遊んでると思っちゃうよ。最低やもん。嘘やん、ジョークやん。やばい、お前笑かすための中井上家やんけ、お前。けど、ここの毛だけ嫌、うん、他どこでも OK、 もうここの毛でも全然 OK。 でもやっぱ嫌って人もおるよね、やっぱ女の子らしくしててほしいって人おるんちゃう。最近もめっちゃ思うねん。最近俺が嫌な毛ランキングに上位に入ってきたね。言っていい？足の指の毛。あー、ここはな、まあ女の子やしな。どこの子やん。ワンパク少年やんって思っちゃうね。もうやっぱ俺毛嫌やわ。まあ毛はない方がいいということで、うん、でね、大阪でもう少しオフ会が開催されます。そう、女性の方ここの毛だけここだけはここの毛だけほんまに取ってくださいお願いします。以上、ありがとうございました。つらい時ひとりやめてくれ、人の机まず俺が裸について触れろはい、というわけで今回の動画ありがとうございました。でね、実はなんですけども、僕たちサブチャンネル開設してまーす。5年前から。5年前、いいっすね。5年前から 2年ぐらい前からかな。いちいさんの名前、ちなみに個人チャンネルもやってます。こうくん、あ、すいません、個人、ごめんなさい、個人チャンネルです、ごめんなさい、個人チャンネルもやってます。夜の独り言、夜の独り言です。で、いちいはいちいって名前でやってます。チャンネル登録数今98万人で、もう少し100万人なあ、せーの、一応、取り捨てて、もう少し100万人めちゃくちゃ力あるよ。そうよ、うん、だから、今皆さんが言ってくれたらもう100万人達成するんで、言ってください。一絵って調べてください。概要欄に貼ってますんでね。じゃあ、ひらがなで一絵ってだけです。そう、だから、お願いします。チャンネル登録お願いします。皆さんのおかげでもう100万人いきます。俺も150万人いって、もう少しでメインチャンネル抜きます。メインと同じ。皆さんの、もう皆さんの一つ手を貸していただければ、はい、目標達成ね。いちいちゃん100万人目指して頑張ってほしい。はい、僕もね、メインチャンネル抜かすっていう目標ね。夜の独り言、いちえやってますんで、ぜひ。僕は今日この動画が上がってるタイミングで、歌動画を、弾き語りをね、載せてるんで、ぜひちょっと見てみてください。シンデレラボーイを歌っております。お互い個人チャンネルでメインチャンネルより面白い動画を上げてます。あかんかメインでやるはい、なんでね、ぜひURL 概要欄に貼ってますので、ぜひ飛んでみてください。お願いします。よろしくお願いします。ではバイバイ。